食卓の悩みを解消、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、時間がない主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週のテーマは、はい、薬味が決め手のアレンジ料理となっています。はい、今日はこちらを作ります。今日の薬味はマスタードですね。はい、豚肉のマスタードチーズ焼き。はい、マスタードって確かに余りやすいですよね。そうですね、買ってちょこっと、ね、冷蔵庫に入ってることありますよ ね使い切れなかったりとかね。しかも今日はとっても簡単 で、はい、なおかつ包丁やまな板も使わないということで、洗い物も少ないです。はい、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、さあ、それでは早速クッキングスタートです。はいはい、まずお肉からいきますね。はい、今日豚肉使うんですけれども、これはセロースなんですけども、はい、これちょっと薄いもの、しゃぶしゃぶ用のものを使っています。しゃぶしゃぶ用ですね。はい、200g ご用意ください。大体それぐらいでいいと思います。うん、でこれもパックに入ってるんですけども、こういうパックで売ってますよね。でパックに入ったまま、はい、大体目分量でいいです。はい、大体2つぐらいにこう分けてください。真ん中で、大体でいいです。大体半分ずつに分ける。これとこれね。はい、でこれがね、ラッパー材になります。はい、これ今日ね、このままもうパックのまま調理していこうと思います。もう洗い物も少ないしね、はい、いいと思います。もうなので調理時間は本当短いんですよね。そうなんです。でこういうふうに分けたらば、でも塩コショウしますね。はい、これはいつもの通りです。うん、塩ですね。はい、こっちも振っていきます ね。はい、そしてこれコショウ。今日のレシピはアイデア料理の川添さんが本当に時間がないときにおすすめですよっていうレシピなんですね。本当におすすめです。パパってできる割に、ね、割に豪華に見えるんですよ。でここにね、もうね、薄力粉を振っていきますね。はい、塩コショウをして、ここに薄力粉ももう振っちゃいます。はい、でこれをもうやっぱり焼い焦げ目でと風味がつくのと、やっぱり接着剤の意味があるのでね。はい、ここはもうちょっと丁寧に振ってくださいね。今日はなのでこのしゃぶしゃぶ肉を塊として使うんですよね。でこれをひっくり返す、返して、はい、で同じことしますね。これが塩と、はい、だから胡椒をね、振っていきますね。はい、ちょっとなくなって胡椒出ませんね。ないね。ありますよね、たまに。ありますよね。ある。ちょっと待ってください。いいです、いいです。もう出せますかね。あるある。胡椒がないかな、これ。これお父さんに頼むんですよ、こういう時は。くっついちゃってる時。お父さん頼む。なんかやってって言って。ね、せせこましい番組ですね。お願いします。ごめんなさい。ね、はい。あ、出ました。すごい出た。振り絞っております。出た。大丈夫。最後の胡椒です。はい、大丈夫です。はい、今らは胡椒まで使い切ります。新しいの買いましょう。はい、でこれまた薄力粉かけておきますね。はい、よいしょ。はい、これを両面。両面ね。はい。で焼いていくんですけども、はい、ちょっとこう薄く伸ばしてね、で全体的につくようにしてくださいね。はい、こんなもんでいいと思います。さあ、これでお肉の用意ができました。はい、ね、でフライパンの方に行きましょう。フライパンなんですけども、これね、中火でね、オリーブオイルが熱してあります。大さじ1です。はいはい、でこの中にね、1枚もう1枚になりましたよね、1枚ずつ入れていきます。なので、ちょっとフォークステーキみたいな感じで使うわけですよね。はい、じゃあこのままね、これで裏表2本ずつ焼いていきますので、ちょっとこのままね、中火にして置いていきましょう。はい、はい、で次にね、マスタードの方をね、合わせていきますね。先にミニトマトの、そうですね、はい、これ一緒にね、付け合わせとして一緒に焼いていきたいので、はい、これも後でフライパンに入るんですよね。これも包丁使わなくていいでしょう。うん、こうヘタ取るだけでいいんですね。はい、やっぱり先生さん、洗い物がないって嬉しいでしょ。嬉しいです。あ、私今見ててお肉はパック派だなって思いました。お肉って一回挟んじゃうと、はい、それこそ段取りよくやってないと一回洗わなきゃいけないですよね。まな板はね、あの面倒くささってすごいですよね。ありますよね。そう、本当はね、いけないでありますよね。そうですよね。はい、パックだったらもう便利です。今日のレシピ本当気に入ってもらえると思います。でこれマスタードですね、今日たっぷり入れます。はい、大さじ2ほど入ってます。こちらたっぷり入っておりますが、これが大さじ2です。はい、この中にですね、マヨネーズを小さじ1ほど入れておきますね。はい、で混ぜておきます。でもマスタードって余るでしょう。使い切れないでしょう、なかなか。はい、でこんな風にね、マスタードの中にマヨネーズ塗っておくと、はい、割にお肉の目のした時も伸ばしやすいんですよね。うん、マスタードだけよりもね。そうですね。うん、なのでこれね、上手に2つに分けて塗っていきます。ね、マスタードたっぷり使ってるように見えますけど、お子さんでも大丈夫な辛さなんですね。そうです。マスタードそんなに辛くないですのでね、うん、大丈夫だと思います。はい、でこんな風によく混ぜたらば、さあ
フライパンの方に行ってみましょうね。フライパンの方どうですかね。もうなんとなくこの辺が白くなってますよね。こうちょっと火が通った感じになってますね。ひっくり返してみましょうかね。あ、いい焼き色ついてますね。すごいじゃないですか。はい、これもひっくり返してみましょう。いい焼き色です。いいですね。はい、じゃあね、ここへね、ちょっと、はい、この上でも調理していきますので、少しね、火を弱めてくださいね。焦げるといけないのでね。はい、で、このマスタードを2分の1量ずつこれ塗っていきますね。半分ずつ塗っていきます。はい、こうマヨネーズが入っているとね、結構よくひっついてくれるのでね、うん、塗りやすくもなります。で、風味もつきますしね、いいと思います。よいしょ。はい、こんな風に伸ばしたら、はい、たっぷりと塗りました、はい、でこの上にですね、はい、これはあのピザとかのとろけるチーズですね、うん、これを半分乗せていきますね。とろけるチーズ、はいはい、ピザ用のものですね、はい、こちらをまた半分ずつたっぷりと乗せていきます。乗せていきます、はいはい、でこれも乗ったらばですね、いきますよ。まだいきます。ミニトマトありましたよね、はい、これをこの横へね、ちょっとこう乗せていきます。で、これちょっとこうね、お湯ボイル混ぜすようにしますね。で、これ、で、これが今日の混ざりになります。トマトってちょっと火を通すと甘くなってくれるんですよね。で、付け合わせにもいいので火を通して添えていきますね。で、これで用意ができましたので、火はもう中火に戻してくださいね、はい、じゃあ蒸していくんですけども、これ白ワイン、はい、でこれをかけて、そして大さじ1です、うん、で蓋です、はい、でこんな感じでチーズが溶けるまでね、うん、これはこれで置いておきます、はい、でうまざなんですけども、先ほど白ワインかけましたよね、はい、あれをちょっとこう蒸しておくと風味が出ますのでね、うん、ぜひ使ってみてください。なければ蒸し焼きですね、うん、そうそう、うん、日本酒なんかでもいいと思います。大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、じゃあ蓋しておきましょう、はい、そしてね、今日ねソースも作っていきますね、はい、ソースなんですけども、これ入っているのはケチャップが入ってます。大さじ1です、はいはい、でこの中に入れるのが、これはめんつゆなんですが、意外、はい、うん、4倍濃縮のものを使いました。4倍濃縮のものを大さじ2分の1、はいはい、でこれはみりんですね。みりんも大さじ2分の1、はい、そしてこれも白ワイン、ここも白ワインなんです。これお酒でも大丈夫だと思います、はい、こちらも大さじ2分の1です、はい、そしてこれがね、蜂蜜なんですよ、はい、蜂蜜を入れておきますね。なければもう同じ分量の砂糖でもいいかと思います、うん、なのでソースとしてはちょっと甘めのものになるんですね。そうです、これは子供さんがね、とっても好きな味のソースになると思います。で少し混ぜて、でやっぱり白ワインとみりんが入ってますので、はい、ちょっと加熱しておきましょう、はいはい、今からレンジ加熱をします、うん、ラップなんですけど、やっぱりこれ端をね、火に開けて、そして両端を開けて、はい、このままで600ワットで、そうですね、30秒ほどでいいと思います、はい、お願いします、はいはい、30秒加熱します。はい、お願いします、はい、でかけてる間に少しこれの方を見たいんですが、はい、これ蒸しているので蓋は取らずにちょっと様子を見てくださいね。もう少しチーズが溶けた方がいいと。取りたいですね、うん、もう少し待ってください。ダメ、うん、でここはもう火加減をね、少し見る感じにしてください、はいはい、もうちょっとなんですね。そうですね、もう少しチーズが、皆さんも楽しみにしながら、このちょっとね、モザイクがかかったような感じでお楽しみください。この30秒の間でちょっとこういう風に見ておいてください、ね、まだ今は取っちゃダメですね、はい、ね、重なり部分に火が通ってるかどうかって心配じゃないですか。大丈夫です。こうやって重なってる、この重なり部分で火通りにくいじゃないですか。大丈夫です。大丈夫ですか、はい、薄切り肉、だからしゃぶしゃぶの使ったのはやっぱり火が通りやすいのと、はい、よくひっついてくれるんですよね、薄いので。あ、なるほど。そして火も大丈夫です。そのあたり、うちの川沿いは全て計算済みでございます。なるほど、しゃぶしゃぶ用肉ですから、はい、そうですよね、火が通るのも早い。ただね、重なり部分ってなかなか大丈夫だって取れるでしょう。でもソースの方がいいですのでね、30秒経ちました、はい、じゃあちょっと見てみますね。いい香りする、はい、香り深いな。はい、じゃあすいません、はい、でこれ混ぜておきましょうね、はい、はい、ソースの香りいいでしょう。いい香りですね、うん、これやっぱり醤油ベースが何か合うんですよ ね、 めんつゆが入ってますからね、うん、はい、でこれで混ぜておいて、さあいよいよ蓋を取ってみましょう。はい、取りますよ。はい、いきますね、よいしょ。あ、いいですね、チーズが溶けて、
はい、じゃあこれねもう盛り付けていいかと、はい、大丈夫だと思います、はい、すみませんお皿お願いできますでしょうか、はいはい、これは美味しそう、はい、そしてね、見た目も豪華トマトもねちょうど良くなってますねトマトもはいあらら、ね、大丈夫ですか、ね、トマトもちょうどこうね皮がちょっと弾けてね、はい、よいしょこれでちょっとこれは蓋しておきましょうねはい、はいはいそしてね、これとソースあります。ちょっとこれはここ振っておきましょうかね。そうですね、はい。チーズが伸びましたね。はい。で、これね、ソースね。手前の方に少しね。はい、ああ、これみんなやるじゃないですか、絶対。はい。これソースは本当あの少なめでもいいぐらいですよね。そうです、そうです。ソースがないところでも十分もう味がついてますんでね。で、少しこうパセリを置いて、これで出来上がりました、はい。こちらで豚肉のマスタードチーズ焼き、完成です。今日の材料はご覧のようになっていますポイントです豚肉はパックの状態で使うので成形がとっても簡単なんですね洗い物も出ません添えるミニトマトも一緒に焼いて甘みを引き出しますマスタードとチーズを重ねて風味付けしていますがさらに白ワインで蒸し焼きにすることによってもうワンランク風味がアップします包丁もまな板も使いませんでした忙しい時に本当にぴったりしかも豪華に見えますぜひ皆さんも作ってみてくださいさあそれでは泉水さんどうぞ召し上がりください、はい、どうぞいただきます、はい、ものすごい美味しそうです、はい、分厚い分厚いでしょあ、はい、はい、火の通りを疑ってましたけどねまずはソースをつけずにいきましたねうんおいしい。わあ、豚の油と合うマスタードが合いますよね。どうですかその肉の重なり合ってる部分の火の通りは大丈夫でした。ものすごいちょうどいいです。はい、硬すぎず本当にジューシーな肉汁が溢れてくる。はい、で今度はチーズとソースたっぷりのところですね、はい。これでまた味がちょっと変わります。おいしい。瀬川英子さんみたいになりましたけど大丈夫ですか。おいしい。これは。そうですねソースがあった方が食べやすいのかもしれない、うん、でもマスタードがたっぷり塗られてますけど、うん、全然ツンとする辛みじゃなくって、うん、お肉の甘さとかが際立つぐらいお子さんもちょっと好きな味付けですよねでこれ薄切りに重ねてるのであのお年召した方でもね、うん、あの大丈夫です柔らかく食べられるのでねでいいと思いますトマト甘いでしょ最高に合うマスタードチーズ焼きとトマト最高です先生これレパートリーそうですねあこれはこれ作りたくなりませんなりましたね時間も10分でできますからそうですよね、はい、ぜひ皆さんもお試しください、はい、さあ明日はイタリアンの道浜さんにサワラのカルパッチョマリネ野菜添えを教えてもらいますこちらもお楽しみに川添さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました